大会カブリチョーパーポッカラオケ選手権。イエーイ。カブリチョーのリコです。ルカです。エティです。ブンブンハローアゲイン。昔からある場所。切り取るラッパー。そうそうヒカキンさんのやり方で前に取るラッパー。もっともっと取られるの。石野さんですね。はい、はい、石野です。はい、でパーポカラオケ選手権とは、これから皆さんにはアドリブでプレゼンをしていただきます。はい、はい、普通なら自分でね、あのパワーポとか作ってきてプレゼンしてもらうところなんですけど、はい、テーマと画像は僕の方で用意したんでやっていただきます。はい、画像が出る瞬間までどんな画像が出るかっていうのはね、分からないので完全アドリブやってもらいます。はい、出た画像に合わせてこっちが喋んなきゃいけない、ね、やってくれってこと。なるほど。そんなどんな画像が出るか分からないんじゃプレゼンなんてできるわけがないよ。アドリブ下手そうなやつを。ちなみに皆さん、パーポカラオケの経験は？私は高校時代に B まで済ませました。何の経験なんですか？すいません、ないです。ないない。男子校らしいですから。男子校出身だろ。一番ないです、この中で。ないですね。はい。いいわ。僕はあの、まあ、大喜利を趣味でやってるんで、なるほど、大喜利好きの人と集まって、まあ、ちょっと練習会みたいなのはやったことあります。なるほどね。画像で一言。まあそうですね、結構大喜利と近い部分がある。古川さん、僕はあの大会にも出たことがあって優勝したこともあります。何回か全国から予選とか勝ち上がった人と戦うとかいうので、もう全然バリバリ優勝して日本チャンピオンになったことがある。何人ぐらいだったの？僕が出た時はまあ10人くらいなんですけど、すごい10人だから、すごい10人の中の優勝なんでめちゃくちゃすごい。選ばれし、その下には何億人という国民がいたのが10人だから、中のトップなだけなのでめちゃくちゃすごいんです。はい、早速、やってみましょう。はい、よし。では、最初の挑戦者は石野さん。はい。テーマは YouTube でお願いします。YouTube、なるほど。まあ、第1回目ということでね、いいと思いますよ。テーマ YouTube ね。じゃあスタート。はい、YouTube について今日は紹介していきたいと思います。まず、YouTube についてなんですけど、ドン。はい、これね、YouTube をね、創設した YouTube 3世です。やばいやばい。そのままやばい。はい、YouTube 3世です。カロリング帳のね、王様だったんですけど、YouTube 3世。フランスあたり。そうですね。今これ、あの海底にね、沈んでるようにね、言えるんですけどね。あの、これ銅像です。YouTube 3世のね。はい、YouTube 3世です。あの、YouTube 3世、あの、動画、をその今名前残ってますけど、本人は音楽好きで、まあ、歌ってみたとね、あの演奏してみたっていうのをねいっぱい作ってたんで、ニコニコの文化、ニコニコの文化で動画上手に、ね、なったみたいな、ね、なるほどね。はい、で、まあ、次の画像こちらです。はい、これあの最初に YouTube に投稿されたというあのミーアットザズーっていうね、動物園の本当のことを言ってたから今、はい、のそれの動物園のあのコラです。コラな展示の仕方変だもんね、なんかね、展示の仕方変だよね、はい、動物園に犬いない動物園コラ、ね、だからコラ、はい、コラ画像だね。そうなんですよ、うん、はい、で次これです。はい、これはですね、あのその今の僕のこう心拍数が結構安定してるね。パルスはしっかりしてる。パルスは平常時。YouTube 関係ないよ。YouTube 関係ないです。いやいや、まあ、今 YouTube にこれが上がってるから。なるほど。YouTube ライブをね使うとね、こういうこともできるんですね。機能しっかりしてるな。これね、ゲームが絡ってるんで、プレミアムこういう動画もできるよということでね。そうなのね。そうなんですよ。なるほど。はい、でもこれドラゴンレーダーにもね実はなってる。ドラゴンボールも分かるってこと。すごい。あれは時計じゃないなっつってね、これドラゴンレーダーにもなってすごいな。はい、で最後にと、はい、はい、で、こういうね、これ今キーボードクラッシャーくんがこう今こういう感じに大人になってるぞ。そうですね、一番有名なその動画のね、うん、人っていうことでね紹介したんですけど、うん、動画界の一員ということで、うん、はい、YouTube こういういろんな人もいるけれど、うん、まあ、みんな楽しくやっていこうねということで、うん、僕らもね、あのほどほどに頑張りましょうということで、以上 YouTube の説明でした。結構うまい。初めて。そう、なかなかね、うまっ。YouTube 参戦、ニコニコの文化結構作ってるから。歌ってみたとか。キーボードクラッシャーに関してもどっちかって言ったら。そうそう、それよくないです。途中パルスを見せるっていう、自分の説明を一枚画像を使ってまで自分の説明するのすごい。ドラゴンレーダーの下りいらなかった。いや、俺面白かったよ。以上です。ありがとうございます。うまいね。やった。出てもなんとかなりそうなくらいの、まあ、笑いが取れるかなと思って , 笑いに寄ってる感じはするけど、はい、では次エンティ。はい、
テーマは今年のプロ野球。今年のプロ野球。うん、あんま野球見てないんですかね。いやまあまあ、大喜利力もちょっといいかしら、ね。はい。じゃあ、プロ野球ということで。はい、皆さん、私は2020年からやってきた男なんですが、もう2019年のプロ野球は本当に大変なことだ。なるほど、俺たちにとっての今年のプロ野球がやばいんだ。はい、そうなんです。はいはい、だからちょっとね、それ皆さんにあらかじめちょっと教えに入りましょうとかやってきたんですけど、はい、それで、ね、ちょっと本当にすごい、まあ、いろいろあったので、説明していきたいと思います。そう教えてくれる。まずこちらですね。そうですね、まずプロ野球選手が全員入院しました。全員全員です。全員あの、はい、2軍もファームも全員入院しました。なるほど、ね、全員倒れちゃった。予想してない。確かにそんなだからもう試合できない、どうしようってなってね、もうすごく大変だから、もう誰でも野球できるやつをもう書き集めればいいから興行を続けなきゃいけないんで、はい、それでプロ野球だから、いろいろ契約とかあるから、ね、うんうん、なるほど、だからなんもう誰でもいいからとりあえず集めてこいってなったんですよ。おーおー、であのその結果ですね、はい、結果こいつがマジや、はい、この男ですね、あの香港出身のチェン・イーペイ。おー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 、チェン、はい、チェンがこいつらね、あの小学校の時にちょっと野球やったことがあるんですよ。なるほど、そんなんでもいいんだもん。国外からまず野球するっていう。そうですね、こいつがあの借り出されてきたんですよ、はい、ただね、この男がこのプロ野球界にすごい革命をね、もたらしたんですよ。そんな、なんかね、はい、大々来た人が、ね、その、まあ、プロ野球界の常識にとらわれないっていうことで、はい、とらわれてない、ね、うん、やったんです、うん、はい、それがこちらですね。はい、あのですね、あのバットであのこれを破壊するという競技にですね、野球変えてしまった。野球で実際競技を変えたんだ。おお、なるほど。いつまであのボールをこう吹き飛ばすようなことやってるんだろう、ね、同じことをずっとやってるね。進歩がない、うん、確かにこれからはこう貯金箱を破壊して金をこうばらまいて、このね、この停滞した日本経済に活気を与えようっていう。外国の方の発想とは思えない。野球の文化が薄いがゆえにできる。そうだね。そうだね。はい。ゲット外国人。はい。でその結果ね、こう日本がどうなったかというとですね。はい。あの、もうそれでもう経済がもう一気に爆上がりして、上がったんだ。はい、もうなんかみんなあのもうリゾートに行くぞみたいな感じで、ね、上がってね、はい、これがあのその去年の夏の光景です。いや、こんな感じで遊んでたの？はい、僕もすごい浮かれちゃった。野球興味ないけど、はい、こういうことが起きた結果、はい、野球興味ない人にもこんな浮かれさせた。こんなに、はい、この後日本今年こんなに変わるってこと？はい、こんななります。最高や。すごっ。はい、というわけで恐ろしいことが、はい、起こるという、予言でした。ありがとうございます。すごい。今年のプロ野球3枚目から野球じゃないもん、ね、野球という概念が変わった世界の話をしてるでしょ。一人の選手によってね、チェン・イーファン、チェン・イーファンによってチェン・イーフェイか、どっちでもいいよ。まあ、おもろいね。大喜利っぽいね、確かにやってるのはね。写真で一言っぽいわ。うまっ。あ、3人目はルカさん。はい、よろしくお願いします。もっと日本チャンプの実力を見せてもらいましょうか。でも俺が思ったより2人が上手かったからね。うん、ちょっと選手権出てもちょっといいとこ行くくらい上手かったんで、結構プレッシャーかかってきた感じがしますね。まあまあちょっと格の違いをね、見せたいところを頑張りたいね。テーマ次第。テーマはお花見。お花見。お花見。お花見ね。お願いします。皆さん本日はお花見講座にお越しいただきありがとうございます。私、お花見コーディネーターの古川と申します。毎年日本ではね、さまざまなお花見が行われてるんですが、さまざまな問題が起きたりとかね、はい、泥酔して死亡者が出たりとか、そういうことがあります。まあ、皆さんお花見の幹事でいらしていただいているということなので、今回4つのですねポイント、私の方からお伝えしたいと思いますね。これを守ればお花見絶対成功するという4つのポイントをお伝えしたいと思います。まず最初こちらですね、
まずヨガですヨガ場所取りの時って、寒いんですよね。朝から並んでまだ冷え込みますから寒くて急性心不全心筋梗塞起きるんですけどヨガ、まあ、絶対やってほしいですね。血の巡りそしてねチャクラの流れ、はい、全ての体の悪い部分が流れていってですね桜の神秘性と伴って素晴らしい場所取り。この人はあの最終的に場所取りうまくいきすぎて体光ってますから、ね、完全体です。場所取りの完全桜はあるのかな。桜ももう枯れてなお場所も取れるみたいな海岸みたいな。もうどこでも場所取ります。これは場所取りの名人になった人のヨガの結果ですね。これは海のこれは夏のバージョンなんですけど、はいはい、サラミで達観した結果こういう感じなんですね、はい、場所取りの時は必ずヨガ精神は統一してほしい。これが一つ目ですね。二つ目、これよりもっと大事なこと、だからちょっとシンプルなんですけど、3位を取れってことですね。絶対に。あの、1位の花見のスポットに行っちゃうとめちゃくちゃ混むんですよ。だから、そのマイナーなところに行ってしまうと、腹ってやっぱりちょっと散ってたり、はい、少なかったりするんで、3位を狙ってほしいんですよ。ちょうどいいと。そう、ちょうどいい。で、3位って基本銅メダルかと思うんですけど、3位これ金メダルなんですね。これ3位こそ金だと。ああ、なるほどね。1位はもう銅です。あの込み方、はい、2位はまあ銀でしょう、はい、3位こそ金花見においては3位こそ金ということだけ覚えてほしい、はい、これはもうメダルに表っちゃう。金と同じです本当に、はい、これで桜がモチーフになってるメダルお花見協会がお花見協会知ってるの違うじゃないあの認定してるのがこの桜の金メダルです。これあの協会のマークですね。3位に行けっていうのは金に見えてるじゃん精神の方出てるっていうのがあります。で、やっぱりですね、あの幹事としてはみんなに盛り上がってほしいと思うんですよね、はい、盛り上げ要因というか、まあ、その要素というのが必要となるんですけども、こちらなんですよね、この驚きのね、見てほしいんですよ、はい、事件必ずあの何かを起こしてください、幹事が泥酔がどうなのあのこの時はあのちょっとやりすぎたんですよね。あのジャガイモ界の花見が行われたんです。ジャガイモの世界での花見が行われた時に死んだんでしょうねポテトの人が死んでて、みたいな、どういうことってなってるんですか、うん、もちろんこれドッキリで全然あの死んでないですね。これケチャップなんですけど、で、あの美味しく食べてもらえるっていう、最終的には丸く収まるんですけど、めちゃくちゃ驚いてました。ポテゾーがポテキチーみたいな感じでめちゃくちゃ驚いてるんですね。これはもうめちゃくちゃ盛り上がってましたね。この時の花見はこれ人間界でも通用するんですね、まあ、いろんな業界の花見あるんですけどポテト界で一番受けた、これが余興みたいなのしよう、もう絶対してほしいですし、もうそのあのやっぱり死ぬならこの余興の中で終わらせてほしいなっていうのがなるほどね。リアルには死ぬ、リアルにはしないでくれと、血を流すならケチャップで美味しくいただいてほしいって気持ちですね。最後、これが一番大事ですね、この3つを例えば忘れたとしてもこれだけは絶対覚えてほしい。今日のまとめになります、これですね、お花見を呼んでもらえなかった人のレゴだ。レゴ仕事が残ってた。レゴの会社が、まあ、デンマーク本社なんですけど、はい、まあ、いろんなの開発してたんで、ね、消防士、はい、宇宙飛行士とかやって、うん、もうなんかねレゴ今1億パターンくらい作ってるんですよ。はいはい、何々な人みたいな、なんかゲーセンで兄弟を大ファンする人とか、アスレアとか、そうそうイラストやレベルでいろいろもういっぱいあるんですね。なんかマックに勤めたけど3日で辞めた人のレゴとかいろいろある中、お花見に仕事が残って行けなかった人のレゴができたんですね。ついこれは何でかっていうと、毎回お花見に行けなかった人がめちゃくちゃ悔しい思いを寄せて、まあ、そういう人を少しでも励ましたいということのレゴなんですね。なるほど。で、これは一つ戒めでもあって、こんなに悲しい顔のレゴないんですよ。もう顔を見てほしいんですけど1億あって、そのもう1億の中で最も悔しい顔をしてる。これがもう一番ダメなレゴ。この中でのこのちょっとこう業績も下がってるしね、この中の業績も下がってるし、こっち見てるからね、ディスプレイ内ディスプレイだ、もうディスプレイ内ディスプレイがめちゃくちゃ下がってて、はい、もう外の花を見ながらガッて顔しとるんです、はい、これは絶対いかんぞということで、これあのお花見協会の会館の1階にはこれちゃんとですね飾られてるんですね。このレゴがこうなるべきではないなるほど。上にはあの金の3位のメダルがあって下にはこのレゴが飾ってあるのは会館の1階ですね、はい、皆さんもぜひですね今日お帰りの際には会館の1階の金メダルとこちらのレゴを見て帰っていただければ。もう会館だった、会館の前皆さんが通ってきた会館の1階のロビーにはこれが置いてあるんですよ。はい、戒めのレゴとですね3位の金メダル見て帰ってください。本日はありがとうございました。あ、うまい。
本番っぽい本番っぽかった、ね、あの流れの作り方がやっぱりそうね、最後にやっぱり過去の2枚目のやつを振り返そうするので、ね、やはりテクがあるなあ、ね、ありがとうございます。じゃあ審査結果いきますか、はい、結果いきますかね、はい、東京で伊勢さんが面白かった人、はい、おー、AT がおもろかった人、残念。おお、ルカさんがおもろかった人、あ、そうなんだ。でもうわ嬉しい、優勝はルカさん。え、お、すげえ嬉しい。あ、そうなの。あ、そうなの。テクがね、あ、そう、笑いの量は2人の方が取ってたから、それはそう、俺見てたから普通に面白かったから、はい、まあコメントのね反応は違うかもしれない。じゃあいいだろ別に、ルカさんすごいの笑わせてくれよ。AT さん面白かったってバーッと流れるかもしれない。やべえ、これすごい、もう週2とかで飛ばすこれ。では以上本日のタピッティオでした。ありがとうございました。バイバイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。